ぷぬぬだよ。みなさんこんにちは、ぬぬファクトリーのぬぬです。今日の動画はこちら、新型アルファードのスモークフィルムを施工していこうと思います。でこちらのアルファードは新車で購入したので、当然後ろのガラスは素ガラスになっているんですね。でこのままでも十分かっこいいかなとは思うんですけど、この車でスタッフ乗せてよくお出かけとかもしたりするので、ちょっとプライバシーを守りたいなっていうのと、あと最近は暑さも和らいできたんですけど、まだまだ残暑が残っていますので、断熱フィルムを施工して暑さ対策も一緒にしていこうと思います。今回フィルムの施工は当店のフィルム職人さんにお願いしています。実際の当店のフィルム施工も今回の動画と同じような手順でやっていきますので、ぜひスモークフィルムの施工気になるなと思った方は参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。それではまず最初にフィルムを施工する前のガラスの状態ですね。まず2列目の方なんですけど、こんな感じで今回まだフィルム貼ってないので中も結構透けてますよね。2列目シートも割としっかり見えちゃってます。で3列目もこんな感じですね。結構助手席の方とかもしっかり見えますね。そしてリアゲートの方はこんな感じで、もうリアゲートは丸見えですね。これだとちょっとプライバシーとか何もないのでちょっと怖いですよね。それでは次に当店のフィルムの種類についても説明していきます。まずうちで取り扱っているのがこの断熱タイプとスタンダードタイプの2種類になります。でこの断熱タイプはその名の通り熱を通しづらくするタイプのスモークフィルムです。断熱タイプは 5% と 15%、 スタンダードの方は 3%、 5%、 15% のラインナップがあります。でスタンダードタイプと断熱タイプだとかなり熱の伝わりっていうのは違ってきますので、詳しくは前回の動画を参考にしてみてください。それとうちの方ではこういった見本も置いてありまして、重ねるとこんな感じで実際に貼った時をイメージしやすくなっていますので、フィルム気になってるなと思った方はぜひ見てみてください。でちなみに当店の中で一番人気なのはどちらも 5% が人気です。 3% になってくるとかなり暗くなってきますので、ここだとちょっと好みが分かれるかなと思います。詳しくは以前別の動画で実際に車に貼ってみた映像なんかもありますので、そちらもよかったら参考にしてみてください。今早速型取りの作業が始まってます。今回も当店のフィルム職人のクッさんに施工をお願いしてます。クッさんお願いします。こんにちは。でまず手順なんですけど、こんな感じでフィルム貼る箇所をマスキングしているんですね。めちゃくちゃ綺麗ですよね。これマスキングに見えないですよね。大まかにフィルムを切ったらこんな感じで貼り付けをしてもらってます。これはヒートガンですよね。ヒートガン何度ぐらいになるんですか？これ600度とか。600度。すごい100度ぐらいかなと思ったらまさかの600度。真夏はちょっと大変ですよね。そうですよね。でクーラーもかけれないんですよ。埃が入ってしまうのでクーラーもかけれないので、ここがサウナ状態になりますよね。ちなみにこの40系は施工実績とかはあるんですか？初めての試みです。おお、初ですね。初です。30系は今までいっぱいあると思うんですけど、30系はそうですね、いっぱい。そうですよね。30系と比べてどうですか？リアは30に比べると、うんうん、結局湾曲の方がきつくて、そうですか。確かに横から見ると結構こう丸っこくなってはいますけど、ちょっと素人から見るとそんなにわからないですね。ただプロから見ると40系の方がちょっと湾曲があるみたいですね。それでは今作業は始まったばっかりなんですけど、今回の40アルファードの難しいポイントを説明していきます。こちらですね、2列目のシートの窓の枠がすごいんですよ。で今回は電動サンシェードが上から下に出てくるタイプになってますので、こんな感じで内張りがしっかりとついていて、この中に電動サンシェードとか電装品とかもいくつか入っている状態です。で本当はここでカットしてしまえばそのままピッて貼ることもできるんですけど、そうするとやっぱりほんのちょっとの隙間から光が漏れてきてしまって、ちょっと見栄え的には悪くなってしまうんですよね。
なので今回はここの内張りを全部剥がして、この端っこから綺麗に貼れるようにしていってくれるそうです。すごいですよね。車が進化してオーナー的にはすごい便利だなと思うんですけど、やっぱり職人さんからするとどんどん進化すると大変なことも出てきますよね。じゃあこの電動サンシェードのこのユニット、はい、ここもバラすっていうことですか？そうです。ここと両サイド全部バラします。なのでここが今回の施工の一番の山場ですね。でまだ新車なのでバラし方とかも出てきてないので、もうクスさんがとりあえずやってみる精神でやってもらえるという感じですね。これでヌヌさんのアルファードがフィルム貼れるってなったら、はい、うんうん、うちのお客様も安心してフィルム貼り頼めますね。そうですね。でちょっと実験台としてクスさんにはこちらも使っていただいて、で今回ですね40アルファードベルファイアかなり多く受注とかもしてますので、今後きっとうちのお客様も増えていくと思うんですよね。なのでそういった時のお役に立てればなと思ってます。実験台にしましょう。実験台にしましょう。今はですね内張りを剥がす作業をやってもらってます。でうちにはですね整備士資格所有者が1名在籍しておりますので、そういった有資格者にねちゃんとやってもらってます。でねイッチーがアシスタントをやっているんですけど、なんかねゴニョ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 2人でなんかああでもないこうでもないと言いながらやってくれてますね。こんな感じで、こっちはまだ剥がれていない状態なんですけど、反対側はもう剥がれてます。反対側はこんな感じですね。外から見るとすごいですよね、まあ、こんな感じでね今内張りを剥がしてくれてます。そしてリア3面についてはいよいよこれから貼る段階になってますので、しっかりとマスカーとかで養生をして窓のクリーニングも終わった段階ですね。こっちの3列目の窓も同じ状況です。ではいよいよ貼り付けです。はい、というわけで今リアガラスのフィルム施工が終わりまして、直後はこんな感じですね。でも直後からめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。めっちゃ綺麗です。なのでこのリアゲートはこのまま乾燥を待ちたいと思います。で今回のアルファードは後付けのドラレコとかはついていなかったんですけど、ドラレコがついているお客様はくり抜きタイプか、もしくはそのまままた貼るタイプを選べるんですね。でくり抜きタイプだとやっぱり映像は綺麗には映るんですけど、ちょっと見栄えが悪くなってしまうので、おすすめとしてはフィルム貼る前に一旦ドラレコを外して、でフィルムを貼った後にまた貼り付ける方法が一番見栄えも綺麗かなと思います。ただそうするとちょっとドラレコの映像が暗くなってしまうので、どっちにするかっていうのはお客様ご自身に選んでもらえますので、お気軽にご相談ください。で次はこの3列目の両サイドの窓を貼ってもらいます。それでは今最難関である2列目のフィルムをクッサに貼ってもらってます。でここがですね一番難しいところになってます。でこちらまだ貼っていない方の窓で解説していくと、ここが鉄板になってますね。でそれでさっき愛理ちゃんとかが外してくれたこのフレームが丸見えな状態なんですけど、ここの隙間にですねフィルムを貼っていきます。でこの隙間がですね指が1本ギリギリ入るかどうかぐらいのめちゃくちゃ狭くなってるんですよ。なのでここはかなり職人さんの技術力が必要な部分になってます。30系も今回と同じような手順で貼っていくんですけど、40系はやっぱり電動サンシェードがついているので電装品も多いですし、水がかからないようにとかかなり気を使いながら作業しています。
そして今クッさんがいる方がもうフィルムを貼っている部分なんですけど、こっちまだ貼っていなくて、見比べてみると全然濃さが違いますよね。中から見てもこれだけはっきり差がわかるので、外から見るとかなり違うと思います。クッさん、この辺は30系と比べてどうですか？はい、この電動サンシェード の、うん、この分の厚みがあるので、うん、ちょっとフィルム入れ込むのが大変ですね。いや、そうですよね。だって見えないじゃないですか。30だとついてないので。うん、私もこのフィルムの撮影をするまで全く気づかなかったですけどこういういろいろな支障も出てくるんですね。そうですね。はい、というわけで今アルファードのフィルム施工が全て終了しました。クッさん、ありがとうございました。では早速仕上がり見ていきましょう。まずは外側から見た感じなんですけど、もう2列目とかやばいですよね。結構近づいても何にも見えないです。何も見えないでしょ。見えないです。すごいよね。で、この車の内装が白シートなので、本来は透けやすいシートの色なんですけど、それでも何にも見えないですね。で、 5% でもここまで暗くなった理由としては、やっぱりもともとプライバシーが結構濃かったんですよね。なので 5% でもこれだけ黒さが出たということですね。なので 3% だったらマジやばい感じになってましたね。 5% で良かったです。なのでフィルム貼る際は、もともとのそのプライバシーガラスとの濃さとかそういうのも関係してくるので、何パーセントを選んでいいかわからないという方はぜひクッさんにも相談してみてください。で、鉱石こんな感じですね。で、もともとはこんな感じで丸く開いてたんですけど、全く差がわからなくなりました。ちょっとどんどんやんちゃな感じになっていきますね。で、リアの方はやっぱり前のフロントとか何も貼ってないので若干透けてるんですけど、それでもだいぶ暗くなったかなと思います。これだったら安心してみんなで遠出とかロケとかも行けますね。あとは今回断熱タイプを選びましたので、紫外線対策っていうのもバッチリです。はい、というわけで今回は新型アルファードのスモークフィルムの施工をやってみました。で、クッさんの技術力と丁寧さっていうのがすごく伝わった回だったかなと思います。ここからはちょっとお知らせというか注意についてお話しさせていただくんですけど、まずフィルム施工ではゴミが入らないように極力努めてはいるんですけど、ゴミが絶対に入らないというわけではないんですね。なので、もし神経質すぎる方がいらっしゃったら当店のご利用はお勧めしておりません。それとフィルムを施工した後はしばらくは窓の開閉は避けてください。で、もしこの動画を見ていただいてフィルム施工気になるなと思った方は、まずは公式 LINE の方でフィルムやりたいんですけどってお問い合わせしていただければと思います。それでは今日はこの辺で。ヌヌでした。バイバーイ。